メートル地点松江自動車道は、広島県三好市から、島根県松江市へ至る高速道路。略称は、松江道。政令上の路線名は、中国横断自動車道尾道松江線であり、その一部である。市町村合併前は、松江市を通過していなかった。高速道路ナンバリングによる、路線番号は、尾道自動車道とともに、e、E54 が割り振られている。 2003年3月16日に、ミトヤ・キスキ・インターチェンジ、新字ジ,ジャンクション館が開通した。ミトヤ・キスキ IC 以南は、新直轄方式で整備され、2012年3月24日、吉田掛やインターチェンジからミトヤ・キスキ IC まで開通した。2013年3月30日に全線、開通した。新直轄方式の区間が6 0トル以上もあり、 さらに3次東 JCTIC で全区間のうちのほとんどが新直轄方式の尾道自動車道と接続するため合わせるとミトや木月 IC から尾道北 IC まで 103.9km を無料で通行できる。この区間は開通時点で日本最長の新直轄区間が連続する区間だった。松江自動車道は 暫定に車線での共用となっている。2019年9月、国土交通省第35回国土幹線道路部会にて、高速道路における安全・安心基本計画が検討され、4車線化の優先整備区間として、水戸や木月 IC 新時ジ,ジャンクションが選定された。調査設計の上、事業費、財源状況を踏まえて、順次事業化される見込み。 松江自動車道の本線上の休憩施設は、採算性の問題もあって、コスト削減が図られた結果、2013年3月に開業した鴨岩倉パーキングエリアの一箇所のみしか、ない。新直轄方式区間ではインターチェンジに近接する、道の駅として、道の駅府、ですと決めた。 道の駅高の道の駅だったらば一番地、道の駅桜の里木すきなどがあり、国土交通省では全線開通の際のインフォメーションの中でこれらの施設を利用して休憩することを推奨している。また、島根県東部高速道路利用促進協議会では、手軽に使える高速道路トイレマップ、達人御用達山陰道、松江道活用マップを用意しており、インターチェンジ、 本線料金所管理事務所やインターチェンジ周辺のコンビニエンスストアのトイレを案内している。また、ミトやキスキ TV も、上り線料金所ブースより3時寄りにある駐車場とトイレが一般に開放されているため、上り線専用の PA としての機能を果たしている。一方、本線上にガソリンスタンドを併設した休憩施設が存在しないことから、 国土交通省及び沿線自治体では全線開通の際のインフォメーションの中でインターチェンジ近くでの給油を推奨している。しかし、インターチェンジ近くのガソリンスタンドが少ないこともあって、新直轄区間を管理する国土交通省中国地方整備局では、一般道のガソリンスタンドに案内する看板設置を検討する一方で、松江道に入る前に、 十分な給油を促す看板の設置を考えたいとしている。トンネルの数暫定に車線の対面通行のため、上下線で1本のトンネルとなっている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。